はいどうも、今日は第3土曜日、トミカ新車発売ということで早速見ていきましょう。ナンバー22ボルボ C40 リチャージ、スケール63分の1サスペンションですね。ギミックは、はい、箱のサイドはこのようになってます。こちらと入れ替えで廃盤になっちゃう車両がボルボXC60 スケール64分の H サスペンションと後部ドア開閉の車両がなくなっちゃいます。残念です。はい、続いてナンバー74ランボルギーニカウンタク LPI8004 スケールはね64分の1スケールでサスペンションとかはないです。残念ですけどね。こちらが通常版で、こちらが初回限定バージョンです。いやー、かっこいいですね。はい、こちらと入れ替えでなくなってしまうのが、はい、 BMWZ4 ですね。スケール61分の1とサスペンションとソフトトップ脱着の車両がなくなっちゃいます。これも早い廃盤ですよね。残念です。はい、続いてロングトミカ127番三菱ふそうスーパーグレードコンクリートポンプ車、ブーム稼働、アウトリガー張り出し、ホッパーカバー開閉と、はい、サイドはこのような感じでね。こちらと入れ替えで、廃盤になってしまうのがこちらです。メルセデスベンツ4850-240型シュナーベル式トレーラー、本体取り外し、左右稼働、変圧器取り外し。いや、なかなかいかついロングトミックがいなくなっちゃいます。これも残念です。では早速開封していきましょう。はい、開封しました。うわ、今月はすごくかっこいいのばっかです。最高かよ、もう最高だよ。はい、ではね、ちょっと軽く見ていきましょう。はい、ボルボリチャージ、サスペンションのみですね。ああ、いいね。かっこいいわ。後ろにはボルボ。はい、続いてランボルギーニ。通常版と初回特別仕様。かっこよすぎますね。すごい。トミカのレベルじゃないですね、このかっこよさ。ちゃんとね、ヘッドライトがクリアパーツになってます。いや、いいね。はい、はい、続いてスーパーグレードコンクリートポンプ車、めちゃくちゃでかいです。ギミックがすごくあります。こちらのブームが伸びきって高い画面に収まりません。うわー、長ホースしか映らないはい、こんにちは。はい、このようでね、アウトリガー張り出しとなってますね。このような感じで、でね、ここにコンクリートをコンクリート車から入れて、こう伝わって、ここからパイプがあるんですね。で、こう伝わって最後のここにコンクリートが流れてくると、そういう感じですね。いやー、でかすぎるわちょっとでかすぎますわはい、ではね、じっくり見ていきましょう。はい、いかがでしたか。今月も最高です。最高すぎますね。いや、かっこいいわ。でね、今日はやっぱりランボルギーニがねメインだと思うんで、ちょっと覚悟はしてたんですけど、まあ朝ね、店に並んで
まあ手にこういう風にね手に入れることができてるんですけど、もう一瞬で今日はなくなりましたね。先月と大違いで、で先月の方が、入ってくる量が多かったですね、私が行ってる店では。で多分先月売れ残ったから今月ちょっと少なめってなってたんかな、ちょっと少なかったですね。先月50台ぐらいハイゼット入ってたんですけど、今月30台ぐらいだったと思いますね。いやもう今日はね暑かったですはいね、無事手に入れてこういう風に眺めることができました。いやかっこいいな、いやかっこよすぎます。はい、そういうことでね、今日もありがとうございました。いや最高